それを成功させて完璧な形で4大会連続4回目の東京オリンピックを目指します。個人で獲得できる枠、いわゆる個人枠、東京オリンピックでは団体とまた別にメダルを狙う個人枠というものが設けられていまして、跳馬の米倉英信と事実上の一騎打ちです。さあその鉄棒、内村航平、ブレットシュナイダー、カッシーなどを予定しています。最初に H 難度、さらにコールマン、その後トカチ、その後コールマン、素晴らしいですね、スニック、一つ一つのこの指先までしっかりと伸びきっています。最後は E 難度の折り、着地決めてきた、しっかりと止めてきました内村航平。日本の体操界を牽引してきた内村航平、鹿島さんいかがですか。そうですね、もう本当圧倒的な演技でしたね。こう離れ技ブレットシュナイダーだけでも難しいですが、持つ位置であったりとか、まあ、そういった細かいミスも完全に消してくるような演技でしたね。それがブレットシュナイダー、はい、素晴らしい実施です。次にカッシーナです。これまではこのカッシーナが内村の一つの代名詞とも言うべき鉄棒でしたが、はい、ブレットシュナイダーですね。近づきすぎるとやっぱりこう肘が曲がってキャッチすると減点になってしまうんですが、はい、そういうところまで意識して完璧を目指している内村選手のさすがの演技というか、もう王者の演技だったんじゃないのかなと思いますね。そして着地は止めてくる、内村の目指す得点は 15.200 以上、今日の鉄棒